はい、東亜ストリングのパワーステージね、蛍光フラッシュイエローで、半透明の糸になってます。糸は、こういった風に透明に近い方が糸そのものの強度が、高まり強いです。色を入れれば入れるほど、濁ってきて、透明じゃなくなってくる糸はやっぱり混ざり物が多いので、糸自体の強度も弱くなります。こちらパワーステージ結構強いです。スタッフも、使っています。友人もこれを使って今はもうこの糸をリピートしてくれている人もいます。価格も1300円とかなりリーズナブルになってます。ですので、ぜひ一度使ってみてください。